はい、ゴリラでございます。ゴリラでございます。ゴリラスポットゴリラでございます。さあ、ということでね、今ね、このちょっととあるビルのおトイレの前で急にカメラを回し始めたらどういうことかと言いますとですね、今日なんと、いよいよですね、2025年から藤井フミヤさんの全国ライブツアーが始まるんですね。で、それの今日、とりあえず始まるんですよ。で、今そのね、ファンクラブ先行のチケットの当落が発表、これ時間が今ちょうど発表の時間過ぎたので、おそらくここにメールが届いてるんで、このね、今3通ってなってますけど、ここに当選、ちょっと俺もね、ファンクラブこの間 FF に入りまして発表し、申し込んだので、この当落ちょっと、一緒に皆さんお付き合いいただければと思います。では行ってみましょう。ということで早速開いていきたいと思います。さあ、まず来てるかどうか、あ、この3通は違うね。今接続中、メールを確認中でございます。はい、来ました。さあ、この中に来ている、インフォ、重要抽選結果のご案内、ちょっと見せられませんけどね。さあ、ということで私 FF というね、藤井フミヤさんのファンクラブに入会して、先行のこのツアーのね、申し込み、やっぱりファンクラブなんで皆さんね、いいですよ、ファンクラブ入ると先行でね、フミヤさんもチケット取れるんですけど、こちら抽選結果のご案内開きます。うわ、緊張するいくよ、3、2、1、と結果、以下のチケットがご用意できました。やったー、よし、待って、やべえ、取り消しになっちゃう、危ない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 、ちょっと待って待って待って、ご利用ありがとうございます。抽選の結果、以下のチケットがご用意できました。フミヤ藤井コンサートツアー、2025から2026年ということで、そうなんですよ、これまたね、再びですね、藤井フミヤさんが、なんと御年62歳のフミヤさんがですね、日本全国47都道府県を巡るというとんでもないツアーですね。かのマイケル・ジャクソンね、最後にやった This is it という、これね、マイケルステージ立てませんでしたけど、あれ50公演でね、心ばざき半ばでね、マイケルはね、本当本番1週間前に倒れてね、この世を去ってしまいましたけど、そのマイケルですらね、この50公演をやるっていうのは本当に大変なことなんですよ。本当に命がけですからね、これね、あのエンターテイナーの方がこれだけの数やる、そのフミヤさんが47都道府公演やるという、このね、出だしの最初の発表のこのチケット、ついにゲットできました。やった、ありがとうございます。さあ、やべやべ、あんまり動かすと取り消しになっちゃう。私が行くのはですね、これ行っちゃっていいかな、行っちゃっていいかな、まあ、もちろん私ね、ちょっと関東在住なので、大宮ソニックシーのこちらの公演をですね、申し込んでさせていただきました。そしてこちら当選ということで、全席指定で、ちょっと私がですね、申し込んだ、ちょっとチケット枚数無事見事ゲットということで、支払い期日の締め切りについては公演に異なる場合でご注意くださいということで、金額などが書いてありまして、もうこれね、ちゃんと払わないとね。さあ、ということで、ついに FF に入ってね、ファンクラブに入ってから、やっぱりちゃんと取れたぜということで、皆さんもね、ぜひね、藤井フミヤさんもね、本当にね、すごい素晴らしいライブね、体験できるんで、皆さんもぜひ FF に入った方がいいですよということを強く強くお勧めしておきます。特にね、男性の皆さんね、この FF の中にはね、少ないらしいので、ぜひですね、皆さんね、男性の方ぜひともね、来てね、このフミヤさんの この素晴らしい歌がね、一緒に楽しんでいければいいんじゃないかなと思っておりますが、まあ、とりあえず私当選したので、ありがとうございます。やったぜ。ゴリラのビル、あらよっと。はい、ということで、こちらゴリラスポットのアトリエに戻ってまいりました。で、ちょっと一旦一息して、ちょっと一旦落ち着いて、話をまたね、続けさせていただければと思います。で、今ですね、まぁ、私のね、ジャッキーチェンがすごい好きなんですけど、ジャッキーチェンの今仲間と、ちょっとね、いろいろ打ち合わせというか、ありまして、ジャッキーチェンとあとトラさんですね、トラさんファンの方とちょっと今、打ち合わせみたいなことを、顔合わせみたいなことしてたんですけど、まぁ、ちょっとね、ちょうどね、その時間と、何ですか、このフミヤさんのね、ライブの発表の時間がちょうどね、ダダガブリをしてしまいまして、ちょっとね、集まってた皆さんには申し訳ないです。ごめんなさい。ちょっと、もう発表が、今メールが来たんで、ちょっと、席を外しますっつって、今ね、見て、いや、もう本当ドキドキでしたよ。いやね、なんかその、今回のね、ライブのチケット、まあ、今回ね、その、藤井フミヤさんが、まあ、
再びね、その2025年から2026年まで、ソロツアーでね、コンサートを、全国に47都道府県を巡るという、まあそういった企画 で、で、しかもツアータイトルが再びということでね、前回のその40周年のコンあのツアーでね、全国47都道府県61公演を回ったフミヤさんが、また再び、文字通り再び、まあ全国を回るという、まあこういったね、コンサートツアーなんですけど、まあね、そのね、チケットがまだね、全日程というか発表されてないんですよ。で、今ね、発表されているのが、まあ、第1期っていうんですかね。まだ最初の方の部分の第1期しかまだ発表されてなくて、で、その中で、私がね、住んでいる、ここ、関東。この関東でやるのが、なんとね、埼玉の大宮ソニックシティ。ここでしかね、まだないということで、これはね、関東組はやっぱりね、人口密度から言っても結構な、激戦になるのではないかと、そういった感じでね、あのファンの皆さんもね、なんかおっしゃってて、で、俺がいつもね、そのお世話になってこの FF も教えてくださった、チェッカーズのね、のデビュー当時からずっと追ってらっしゃる往年のね、ファンの先輩の方がいらっしゃるんですけど、いやー、これさ、これね、ちょっと、今回、大宮は結構な激戦になるんじゃないかと。ただね、ただ、まあ、ファンクラブ大体入ったね、新規の方っていうのは、まあ、結構、フミヤさんに限らず、やっぱほら、ね、最初に入った時は当選するなんていう、そういう、まあなんかこう、都市伝説じゃないですけど、まことしやかな噂もあるじゃないですか。だからまあそういうビギナーズラックじゃないんだけど、それにあやかって、ちょっと申し込んでみました。で、この大宮ソニックが2日間あるんですよ。で、2日間あって、で、その2日間のうち、私が申し込んだのは、土日であるんだけど、日曜日の方ですね。日曜日の方を申し込んでみました。で、結構皆さんね、その土日両方、2 days ともね、申し込んでらっしゃる方もいて、まあ俺もね、いや、やっぱどっちか、やっぱね、それ倍率高いから、どっちか行こうかなと思ったんです。じゃあ両方行こうかなと思ったんですよ。ただね、これ両方当たってしまった場合、まあそれなりにね、チケット代もまあかかるし、まあケチくせえこと言うなよ、お前。なんだったらお前、ガチファンっていうのはもう全部、ね、全部の公演申し込んでこそだぞっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあまあまあ、そこはね、懐事情というものもありますので、なんかね、そうなんですよ。ちょっとね、二日間申し込んじゃおうかなと思ったんだけど、そこはね、もう一点突破、一点集中で、なんか、もう一声、まあ、それの懐事情とのバランスも兼ねて、ちょっと一公演だけ申し込んだんで、いや、これはね、ドキドキしましたね。で、まあね、先ほど本当にお届けして、本当におかげさまで、チケット取れて、ちょっとね、私と友人たちの分ですね、申し込んだ分で、この FF のつながりの皆さんと一緒にですね、ちょっと行くことになったんですけど、いやー、ついにね、ちょっと感慨深いですよ。私、ね、まだ今、現時点、このビデオは2024年の現在10月なんですけど、10月上旬なんですけども、この2024年の、ね、春に、まあね、私、このフミヤさん、チェッカーズにハマって、で、そこからね、6月に、フミヤさんの生フミヤを体験して、そして9月に、フミヤさんの、このファンクラブ FF に入って、で、チケットついに購入ということで、来年ね、いよいよ、フミヤさんの初生フミヤ、これがですね、2回目、になるのかな。その間にどっかまたチケット取れればあれですけど、まあ、現状、2回目の生フミヤが、訪れるということで、まあ、これはね、来年まで何としてでも健康にですね、無事生き延びたいと思います。はい。ゴリラのビデオ。あらっと。いやでね、まあ、その今この FF というね、フミヤさんのファンクラブに入って、まあ今現時点でどんぐらいだ、まあ2、3週間、2週、3週間ないか、まあでも2週間ぐらい経つんですけども、9月の末に入ったんで、いやー、まあ実際に入ってみてどうかというところもちょっと合わせて、まあ内容はね、内容はお話できませんよ。どんなことが書いてあるとか、こんなことをフミヤさんが言ってるとか、そういうことがあるとか、そういうのは、それは言えないですよ。そういうファンクラブ解放とか、そんなの、それはもう我々こっち側のこの、ね、FF に入った側のもうこれはもうトップシークレット、まあ、トップシークレットっていうか、まあ、普通常識マナーなんですけど、はい、ただまあ実際に入ってみてどうかなっていうところで、まあもう概ねもちろん満足しております。概ねっていうか超満足してます。いや本当すごいんですよ。入ってる前回のねこのビデオでも言ったけど、本当にフミヤさんのこのファンクラブのサービスの充実度っていうのは本当すごくて、いや普通に発表されてます、ね、何回かのその
あの開放がね、ウェブ上であって、それがまあ年1回 の、 あの冊子になったりとか、あとその F 会というですね、フミヤさんの会員だけで見れるライブ配信、これもね10月早々に私はね体験することができて、まあ本当にもう本当に素晴らしい、ライブ配信で、こんなにサービス満点なのかなという。であともう一つは俺もね、加入した時に同時加入した、コミコミというですね、まあ、あのファンクラブだけでの行われている SNS ですね、これがまあ月330円でしたっけ、に入ってるんですけど、まあ、そちらも入って、でそこではフミヤさんが、まあ、日記、まあ、フミヤさんに限らず、FF の皆さんが日記を書いてて、もちろんフミヤさんも、そしてね運営スタッフの方もまあ日記を更新するんだけど、これがね本当にねすごくて、大体ね、このファンクラブってさ、ファンクラブってか、まあ、そういうの、やってらっしゃる、アーティストさんって他にもいらっしゃると思うんですけど、なんかイメージよ。全然他入ったことないんで、勝手にイメージ。いや、お前ゴリラそんなことないって。他もみんなそうだって。他のアーティストさんもそうだって。っていう方はね、ちょっと、俺の無知っぷりを、よかったらね、コメントで教えていただければと思うんですけど、いや、このアーティストもすごいですよ、なんて。いや、フミヤさんのそのね、更新がすごいんですよ。で、更新して、大体、まあ、ほら、ね、大体2、3行とか、あと写メ一つとかさ、なんかそういう感じのよく見聞きしたりするじゃないですか。なんか。ね、そういう勝手なイメージがあるんだけど、いやいや、どうしてどうして。まずまあ、ものすごい量のこう分量もあるし、なおかつ、その更新する頻度。大体これがね、月に大体2、3度とか、週に1回とか。まあなんかそういうのが結構定番な感じだ。俺のね、ざっくりとしたイメージなんですけど、フミヤさんね、大体ね、週に、3回とか、多いと4回ぐらい更新してんじゃないですかね。ゴリラのビデオ。あらっと。だからこの更新頻度も本当にね、ちょっとびっくりして。で、何がね、それよりもこう驚いてるっていうか、今自分的にエモいかっていうと、やっぱりね、たびたび言ってますけど、このフミヤさんとその FF の会員の皆さんの、このなんていうんですかね、密度っていうか、やりとりっていうか、もう絆ですね。それのこう深さっていうのが本当に、なんか実際自分もその現場に、このファンクラブという現場に入ってみて、本当すごいなと思って。フミヤさんのファンの方たちへの信頼度っていうんですかね。なんかそれも、なんかこう、俺個人的にはね、やっぱこう新米40年遅れて入ってきた超出遅れの身からすると、やっぱこう、ね、もう皆さんもう全然先にこうフミヤさんをずっと追っかけてきてらっしゃるんで、すごいんですよ。僕からするとその距離感っていうか。すごい。でもその分ちょっとこう客観的に感じる部分もあったりなんかして、なんかね、改めてそのなんかこう皆さん のその FF の皆さんとそのフミヤさんとの絆、信頼の度合い、これがなんか本当にすごい素敵だなというか、本当にそれエモいなっていう感じなんですね。まあ、エモいっていう言い方するのもまあなんか若干こう軽率な感じもあるんですけど、いやでも本当になんかそれはすごいなと思って、日々楽しく拝見させていただいており、まあ、私もね少しずつこう邪魔にならないようにちょっとずつこう一歩ちょこっと入れながら、これね、俺もなんかこう日記というものをちょっと投稿してみたりとかして、あ、そうでね、私日記書いて、これね YouTube を見て、コメントくださった方もたくさんいて、その FF の方でね、つながっている方もたくさんコメントくださった方、本当にありがとうございます。俺みたいなね、この本当に40年も遅れてやってきたね、気づかなかったね、こんな無知な野郎をですね、愛して温かく、本当にね、迎え入れていただいて本当にありがとうございます。おかげさまで非常に楽しく、そして穏やかに、そして健やかに、FF のコミコミの中をですね、うろついて、させていただいております。なかなかこう見えて、人見知りでございまして、なかなか皆さんの方にコメントをするのがね、なんかちょっと、あ、俺みたいないいのコメントしちゃっていいのかなとか思ったりとかして、ちょっとねその辺はおろおろしてるんですけども、これから徐々にゆっくり皆さんの方にもお邪魔して、させていただけたらなと思っております。はい。ゴリラのビデオ。あらっと。で、まあね、ちょっと話をライブに戻して、47都道府県藤井フミヤさんですね、こちらですね、まだ皆さんね、フミヤ気になっていた、昔好きだったぞ、あと特にこの男性のファンね、俺さっきチケット取ってても言ったけど、この男性のファンっていうのがね、このチェッカーズ、そしてフミヤさんのファン界隈っていうのはやっぱ少ないらしいんですね。いや、俺もねちょっとその辺の話、今度また別で長くなるんで話しようかなとは思ってるんですけど、いや意外だなっていう感じ。まあ確かに女性が多いイメージありますよ。でもそんなに男性少ないんだっていうぐらい、まあ実際自分も武道館行ってみて本当に少ないなぁとは思いましたけど、だからね、ぜひね、男性の皆さんもですね、なんか別になんかこうね、
なんていうんですか、女性ばっかり入りづらい、入りづらいなとか言いづらいなみたいなってないですよね。俺はあんまなかったんだけど、うん、まあなんかね、もしそういうのがあるんだとしたら、もう全然もうね、ほんとフミヤさんの今のこの活動がね、60代に突入して、さらにこう、なんていうんですかね、貫禄というか、うん、なんか深みを増したこう藤井フミヤという、いや、この本当にフミヤさんは日本のそのね、まあ俺なんかがね、何者でもない俺なんか言ってもあれなんだけど、でもいや、でも本当に日本のシンガーとか、まあ、このアーティストの中で本当世界でも稀有なほどすごい素晴らしい才能を持ってる方なんじゃないかななんて俺は感じてまして、ぜひね、気になってる方、フミヤさんがいよいよまた来年からライブでね、全国回るので、47都道府県を回るってことは、絶対ね、みんなの今これを見ている皆さんの県にもね、都道府県にも、フミヤさんがライブしに行くわけなんで、これはね、一般のね、チケット発売もあると思いますので、ぜひね、チケット取ってみて、ぜひね、俺と同じように、この生フミヤの、いかにこれが、俺がなんでこんなに、やべーってなってるのかっていうのを、垣間見ていただけたらなと思います。はい。さあ、ということでね、まあ、今回はチケット、無事ゲットということで、ちょっと皆さんにお付き合いいただきました。いやね、本当ね、正直、取れてない方もたくさんいらっしゃって、やっぱ SNS なんか見て、なんかそういう中で、俺、やったで、うっしゃーっていうのも、なんかこう、ね、なんかこう、なんですか、もうちょいさっていうのもあるかなと思ったんですけど、やっぱりこう、初めましてというか、初めてね、こう、FF に加入して、ね、チケット取れたっていう、ちょっと記念も込めて、まあ、あと喜び、やっぱ私はね、このビデオのチャンネルは、ときめきをビデオにしているという、まあ、そういったテーマでね、やってるので、この最大限のときめきは、ちょっとビデオにさせていただきました。ということで、最後までまたお付き合いいただいてありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバイ。行くぜ、ソニックシティ2025年まで、あと、まあ、半年ちょっとですかね。みんな、元気に、健やかにお会いいたしましょう。バイバイ。